こんにちは。2021年8月10日発信のデルタ株、変異株とは何かの解説動画です。私は講師を務めます朝倉と申します。よろしくお願いします。この動画では次のようなことを話していきたいと思います。まず船橋保健所の PCR 検査でデルタ株が有利になったという状況を話します。これは船橋に関わらず全国的な状況ですので、船橋を例にお話したいと思います。次に国立感染研の情報やネクストストレインという情報の見方についてお話をします。そして変異株というのはどこが変異したのか、そしてそれが感染伝播性の増加につながる仕組みについてお話したいと思います。で、変異株デルタというのが有名になってきましたけど、まだまだ種類が増えるのかどうか、そしてワクチンの有効性はというお話をさせていただきたいと思います。朝倉の自己紹介いたします。私は日本分子生物学会の会員で、大学の研究室などで実験をやったことがあります。そして駿台美学校の生物科で遺伝子などの仕組みを医学部受験生などに教えてきました。また今は船橋市議会議員として PCR 検査や変異株検査の充実を船橋市議会で訴えております。で、本日の話は船橋市保健所での検査室の話が中心になります。ウイルスと遺伝子という本も書いておりますので、どうぞご覧ください。さて、船橋市議会で私が7月9日に変異株の対策のことを質疑いたしました。その動画15分のやつが私の YouTube サイトに載っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。その質疑の中で整理した経過なんですが、実は船橋保健所、最初から PCR 変異株 PCR 検査をやっていたわけじゃないんですね。それで私がやはり変異株検査をやろうということを2月24日に提案をいたしまして、それでなかなか実施踏み切れなかったんですが、市長が決断されたんでしょう。3月の下旬から準備をして、4月5月6月とアルファ株、ベータ株、ガンマ株、ベータ株、ガンマ株、デルタ株、それぞれの変異を捉える PCR 検査を通常検査に加えて実施しております。その結果、次のようなデータが分かってまいりました。実は、船橋の陽性者数は、6月末までは比較的、1100人を生きるぐらいの、週200人を生きるぐらいの値だったんですね。ところが、もう最近急激に増えておりまして、もう最近は1日で150を上回る数字が続いております。で、1週間ごとの整理で言いますと、先週ですね、7月26日から8月の1日は730人と急増しております。それと並行して行われている変異株検査では、実は最初はアルファ株とベータ株はほぼ同数ぐらいにあったんですが、明らかにこの2週間でデルタ株が優位になっております。アルファ株11でデルタ株が109ですから、デルタ株の優位が今後も続いていく傾向があります。これは変異株だけを取り出したグラフでありますけど、デルタ株の優位が広がっているということが分かれています。ちなみに船橋保健所ではベータ株とガンマ株は検出されておりません。さて、変異株というのは厚生労働省では正式用語としてはどういうふうに言っているかというと、感染伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス SARS-CoV-2 の新規変異株についてという表現です。感染伝播性の増加や抗原性の変化という表現をしているんですね。で、この感染伝播性という言葉をぜひ知っておいていただくといいと思います。というのは、国立感染研のホームページで調べることができるんです。実際に私たちはネット上のさまざまな話や断片的なニュース情報などで何か非常に全体像が捕まえられる中で変異が恐ろしいという話だけが伝わっていくんですけれど、感じてしまうんですが、やはり基礎的なデータを国立感染研などの正式な機関の中で調べていく必要があると思います。まず国立感染研のホームページを検索してください。その上で検索窓がありますので、
で、その検索の窓のところをこの感染伝播性という言葉をキーワードを入れるんですね。で、そうすると、さまざまな情報が出てきます。で、本日8月10日に私が検索窓に感染伝播性で入れたところ、これがトップに出ます。感染伝播性の増加で抗原線維化が懸念される新規、新型コロナウイルス SARS-CoV-2 変異株について第12報、これが7月31日時点ですね、8月10日に検索して、最新のデータが7月31日の12時時点です。で、ここにデルタ株の情報が、トップに載っております。それではデルタ株は7月31日の時点の、国立感染研の最新の、捉え方でどういうふうになっているんでしょうか。すべて見るのは大変ですので、私がピックアップして、表現をさせていただきますと、イギリスでは、96%が7月4日から7月10日に遺伝子決定されたら96%がデルタ株だったということ。米国でも82.2%であったということですね。で、中国のグループでも、中国の、方ではデルタ株が1200倍のウイルス量があると。これ実は不思議ではなくて、CT 値が、だいたい10倍、10低くなっておりますので、こういうことになっております。それからカナダのグループでは、それぞれ入院リスク、ICU 入室リスク、死亡リスクがそれぞれ120%、287%、137%と、通常株に比べて上がっていると。で、スコットランドではアルファ株に対してもデルタ株の方が、入院の比率が高いということが、示されております。日本の状況に、報告が続いていきます。そしてこの中で注目していただきたいというのはここですね。国立感染研究所の感染症疫学セーターの解析によれば、全陽性検体の中の L452R 変異というのはデルタ株ですけど、関東で75%、関西では32%と推定されているということです。続いて、国立感染研では同じデルタ株でも微妙な遺伝子変異があるんですね。同じデルタ株の中でも。で、その変異をたどると、そのデルタ株がどこの起源だったということが追跡調査し得るんです。で、その結果、こういう仮説、今状況が予測されております。そのうち一つの起点が首都圏を中心に拡大して全国波及したと。今の波及の起点は一つだったと。で、その起点を中心に全国に拡大が続いていると予測されるということですね。実は、起源の研究もされてきていると。それを起点にして首都圏で潜在的に感染リークがつながっていった可能性が考えられるということです。国立感染研のホームページで国内の状況を把握していただいた上で、その世界の情報を把握していただくとよろしいんじゃないかと思います。それは NEXTSTRAIN というホームページがあるんですね。で、この NEXTSTRAIN というホームページの SARS-CoV-2 のところを開いてください。で、これ2つあるんですけれど、2つあるんですが、これとこれ。実は、どちらかというと、こちらの左側の方が研究者向けデータのまとめ方、こちらが右側が一般向けデータのまとめ方ですので、載ってるデータは基本的に同じなんですけど、こちらを見ていただくとよろしいかと思います。さて、クリックして開くとどういうふうになるか。で、クリックして開く前に、実はもう一つ基本的なことを確認していきたいと思うんですね。かつて変異株のことは、イギリス株とか南アフリカ株とか、インド株、ブラジル株とかインド株とか呼ばれてました。しかし、実は地域名、発生地域で名称をつけてたんですが、それはやはり地域差別につながるというような配慮もありまして、今は全部アルファ、ベータ、ガンマ、デルタというギリシャの文字の小文字を使って表現することになってるんですね。ということで、こういうふうに名前が置き換えられております。さて、それぞれの検出するための PCR 検査の検査ポイントはこういうふうになっております。N501Y 変異は実は、
アルファ、ベータ、ガンマに共通の変異でありまして、これがあるとこの3つのどれかだということが分かると。次に E484 腱変異というのがありまして、これはベータとガンマに共通の変異です。ということは、例えばこれで検出されて、これで検出されなかったら、これアルファ株と断定できるんですね。で、ベータ株とガンマ株は、実は PCR だけでは特定できずに、遺伝子のゲノム解析をする必要があります。さて、今問題になっている L542R、インド株、じゃなくてデルタ株ですね。このは L542R 変異ということで、これはこれ1本で検出ができます。さて、それではさっき言ったネクストストレインのホームページを開いていただきますと、SARS-CoV-2 のところで、まずこのデータが出てくるんですね。で、これは実は中国を起点に、SARS-CoV-2、新型コロナウイルスがどのように広がってきたかを示した系統図です。で、この一番最初のところが中国で発生した、一番の最初のやつですね。で、それからこう分岐していったんです。で、分岐していった中で、変異株、だからその従来株と言われてるものは、主に灰色とか、黒系が、灰色系で描かれておりますね。さて、変異株はだいたいいろんな色が与えられてるんですが、これがベータ株、これがアルファ株、これがガンマ株、このデルタ株、この4つが今まで話題になってきたものですが、実はすでに命名されているものはカッパ、エプシロン、イータ、シータ、ロッタ、それからラムダというものまで今出てきております。で、そしてまだその株名が与えられている 21H というものも出てきておりますので、次々に変異が起こっているんですね。で、実は SARS-CoV-2 の遺伝子は1ヶ月に2塩基ずつ変異していると言われておりますので、これからもその変異株は出てきます。さて、このネクストストレインのこの系統樹の見方ですが、実はこのネクストストレインというのは、新しく出現した株を赤が強い色で表現することになってますので、ここら辺の、名前もついてない 21H のところが、一番赤く書いてあるんですね。そして、今猛威を振るってるデルタ株は、もう、結構出現から時が経ってるんで、青系になってるんです。で、そのデルタ株はどこに存在するかというと、ここら辺ですね。ここら辺にデルタ株が非常に増えてるってことが表現されてると思います。さて、これデルタってありますね。さて、このデルタ株は非常に手強いんだけど、一番最新の変異株ではないので、結構青系に表現されている、緑ですけど、緑系に表現されているということで、これが2021年8月10日の時点のこの系統樹ですね。さて、それではギリシャ文字はどこまであるかというと、アルファ、ベータ、ガンマあたりは有名ですが、ここまであるんですね。そして最終的にはオメガまでありますので、今ラムダまで行ってますから、これから変異が出現した場合には順次この名前が割り振られると思います。さて、それでは一番新しくできた変異ほど、その手強いかというと、そうとも言えないんです。で、それはこれからお話ししていきたいと思います。さて、実はこれは2ヶ月前の6月4日時点のネクストステイルの系統樹なんですが、さっきと形が若干違うということと、実は色の意味が違うんです。さっき赤系は一番新しい名前も付いてない株だというふうに言ったんですが、実はこれデルタ株なんですね。その時は一番新しかったんでデルタ株です。で、もうほとんど緑で青で表現されてるイギリス株と言われる、アルファ株やベータガンマですね、南アフリカ、ブラジル株も、これも結構オレンジ系で表現されてます。だからネクスト線見た時には赤系ほど新しいものであって、その色合いは見るたびに変わっていくということで、ここの表で確認してください。で、一般向けのやつでは、これはちょっと専門家向けなんですが、さっきこの中に
このアルファ、ベータ、ガンマというふうに書かれてありますので、そこで確認して、特にデルタを確認していただければよろしいかと思います。さて、ネクストスレインの先ほどのページのどんどん下にスクロールしていきますと、この真ん中あたりにこのデータが出てきます。これ非常に分かりやすいデータで、一番左が、一番左というか、左の方が古い時期を示している、これ2020年の8月ですね。で、大体12ヶ月、2021年の8月までです。で、それで、こちらが従来株だったのが、2022年の10月からアルファ株が増えてきた。これが、旧イギリス株と言われてた仲間ですね。で、それと同時に実は、ちょっと目立たないんですけど、南アフリカからブラジル株というのがもう出てきていて、それが実はイギリス株と対抗して南アフリカ株やブラジル株が優位になるかと思ったら、南アフリカとブラジル株、別にベータ、ガンマ株はそれほど優位にならずに、実はアルファ株が、そのまま優位になっていったということです。この時期、アルファ株が優位になりました。ところが、それが4月あたりから5月あたりに、4月から6月あたりに大転換が起こりまして、アルファをどんどんと押しのけて、どんどんと狭くしていきますね。そしてその代わりにデルタが増えてきたんですね。デルタが。で、これはアルファ株が弱くなったというよりも、より強いデルタ株、より感染性が高いデルタ株の方が広がりやすかったんで、結果としてアルファの広がりが抑えられてきているということですね。これ、船橋の先ほどのデータでも示されるところで、これが全世界的な傾向でもあるということです。じゃあ、これから出る変異株がこのデルタに置き換わるような動きを見せるかというと、わからないとしか言いようがないんですが、新しい変異株が必ずその強いとは限らない。だから出現してもデルタに置き換わらない可能性もありますので、今のところはデルタに警戒していただければよろしいかなと思います。さて、新型コロナウイルスの増殖の仕方ですけれど、ウイルスは細菌ではありませんので、これウイルス自身で自己増殖して2つに割れて、抗ウイルスになってことはできないんですね。で、必ず人などの細胞に入り込んで、人の細胞に遺伝子を打ち込んで、その遺伝子を、人の細胞の仕組みを乗っ取りながら発現をさせて、初めて次の子供のウイルスが人の細胞の中から出てくるという仕組みをとっています。寄生体なんですね。人の細胞に寄生する寄生体です。さて、その時に重要なのはこの、ウイルスの突起、赤いトゲトゲのところですね。突起タンパクが ACE2 という人側の、アンテナみたいなところに張り付いて侵入するということです。で、侵入した後の遺伝子の発現の際方なんですけど、3万塩基の遺伝子を持ってまして、最初の2万はこの細胞の中でちょこまかと、子孫を増殖させるためのさまざまな準備をする細胞として、タンパクとして使われまして、これが裏方として働く。で、その裏方として働くものが揃った上で、実際にこの後半の1万塩基の中から子供に使う成分が作られていくんですね。で、ここの特に色を塗った S とか E とか、それから M とか N、これが子供に付け継がれるもので、ちょっとそのそれぞれの色に対応させておいたんですが、ここの変異が子供に伝わ、あの子供の形に伝わっていくという形です。さて、実はネクストスレインの最後の下の、スクロールって一番下に出てくるんですが、各、遺伝子のどこに変異が起こってるか、どこに多様性が多いかということが、この棒の高さで示されてるんですね。このダイバーシティです。ダイバーシティで、それが、比較的高いのが集中してるところがここです。ここです。これ何ですか？ S タンパクですね。いわゆる突起タンパク。やはり突起タンパクの形が変化して人の細胞に侵入しやすくなると感染性が増すということです。さて、この突起タンパクの S タンパクというのはどういう構造になっているでしょうか。
赤いトゲトゲで表現される突起タンパクは、実は2つの部分からなりまして、その先端の部分、ちょっと赤っぽく表現した先端の部分と根元の柄の部分があります。で、この先端の部分も、本当の先端の薄ピンクのところと、それからちょっと根元に近いところの赤色の部分に成り立っています。で、この根元部分がありますね。で、これが実は ACE2 という人のアンテナに張り付く前後に、まあ、この人の細胞のいろんな酵素の影響を受けまして、ここがスパッと切られるんです。スパッと切られます。そうすると、この先端の部分が切られると、ここのところから細胞に侵入しやすくなるんです。じゃあ、この侵入する細胞のところが重要かというと、そうではなくて、ここの、このなんていうか、先端のところの、先端の中でもちょっと根元に近いこの赤い部分が ACE2 という人のアンテナに張り付くことが、この反応の出発点になりますので、やっぱりここが最も感染性に影響するということです。で、この場所のことは、レセプターバインディングドメインって、受容体結合ドメインって言いまして、実は、だいたい、この、SARS-CoV-2 の、この、S タンパクは1273アミノ酸でできてるんですけれど、それの318番目から541番目のまでのアミノ酸が RBD 部分です。で、このアミノ酸の変異が感染性の増加につながっています。で、実は N501Y 変異とか E484 変異とか、まあ、いわゆる、デルタ株の L452 変異とかは、すべて、実はこの RBD の中に含まれているんですね。だから、ここの変異が最も感染性の増加に関係するというふうにお考えください。さて、L452R 変異とか、専門用語が出てきて大変だと思うかもしれないけど、実はこれは一度慣れると理解がしやすくなるんです。で、その例として、ちょっと野球の話をしましょう。野球というのは、誰もがこう好きになれる、なんていうかな、スポーツでありますけれど、野球というのは9人の、守り手がいて、バッターが1人で、この9人で守るんですね。で、どういうような球が飛んできて、どういうふうなプレーをして、その守備をするかというのがポイントとなるんです。あるいはバッターからするとどこを狙って打つかというのがポイントとなるんですが、野球の解説者とかは、543のダブルプレーという表現とか、三遊間のヒットという表現をします。で、これは何かというと、実は全部暗号になってるんですね。3が1塁手、ピッチャー、キャッチャー、1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうに番号がついてまして、543のダブルプレーというのは、ここに打たれた、ゴロがここに渡されて、2塁手に渡されて、で、3、ここに送球されてダブルプレーが成立すること。で、三遊間のヒットというのは、三塁手とそれから遊撃手の間の、ここの間のヒットということで、そういう、記号的な約束をしておくと、解説者の、そのラジオの解説を聞いただけで情景が目に浮かぶようになる。で、実は遺伝子の記号も、これとある意味で同じようなものだと考えてください。遺伝子、DNA あるいは SARS-CoV-2 が持っている RNA は4つの塩基という記号でできております。で、4つの塩基を3つ並べると、実はそれが特定のアミノ酸を指定することになるんですね。例えば UUU というウラシル、ウラシル、ウラシルという3つの塩基が並ぶと、これがフェニラーリンを示しますよとか、UCCU と並ぶとプロリンというアミノ酸を指定しますよという、こういう約束が生物社会、これ大腸菌からウイルスから人まで全部共通の暗号がありまして、遺伝暗号と言ってるんですけど、それでその遺伝、この DNA、RNA の情報と、が特定のアミノ酸を指定して特定のタンパクを指定するようになるんですね。さて、ここの塩基の並びに変異が起こるのが、実は変異株なんです。で、これ全変異株の有名な変異をここに書いたんですけれど、一番話題になってる、デルタ株の、L452R 変異というのは何を示すかというと、こういう約束で L452 変異というのが決まってるんですね。実は L というのはロイシンというアミノ酸を示します。
452っていうのは S タンパクの452番目のアミノ酸という場所を示します。で、R っていうのは L オロイシンがアルギニンという、これ1文字でアミノ酸を示す記号がありまして、ロイシンがアルギニンになったと、452番目のロイシンがアルギニンになった。じゃあなぜロイシンがアルギニンになったかというと、その大元の暗号の CUG という暗号の2文字目の U が CGG になったからなんですね。で、このようにして1塩基の変異が1アミノ酸の変異につながり、それが感染性の増加などに関係するんです。で、もう一つだけ例を出しますと、いわゆるこうアルファ株、一番最初の変異株として有名なアルファ株は、AAU という暗号がアスパラギン N を示してた。で、それが501番目の AAU のが UAU になったことによって、これがチロシン Y になった。だから N501Y 変異ということです。一つの塩基の変異がアミノ酸の違いを生み、そのアミノ酸の違いが感染性の増加に関係しているということですね。さて、今一つのアミノ酸変異が感染性の増加に影響すると言ったんですが、じゃあデルタ株は本当に1箇所だけの変異なのかというと、3万塩基ありますので、他の箇所もいろいろ変わってきてます。で、その中で有名なのが P681R 変異。これは688番目がプロリンからアルギニンに変わったという変異です。で、この P68R 変異というのは PCR 検査での検査ポイントにはなってないので、あまり名前が出てこないんですが、実はこれに注目した研究が最近なされました。8月の3日のニュースですね。東大の研究室ですけれど、こうです。デルタ株のにある複数の遺伝子の変異のうち P68 と言われるウイルスを人工的に作成し、バイオ細胞に感染させて反応を調べた結果、感染から1週間後の体重が従来のウイルスに感染した場合として 4.7 から 6.9% 余分に減少、つまりマウスに対してそれだけ その、まあ、健康を阻害する作用があったということが分かってきたということですね。ということで、変異は実は他の箇所にもあるということを少し知っておいていただければと思います。さて、それでは一番心配なのがワクチンがどうなるかという話だと思うんですね。で、ワクチンがデルタ株に対してどうなのかというのは、今研究中のところもありますけれど、一番この直近の、日本人を被験者とした研究では横浜市立大学の研究があります。それぞれの変異株に対する、ファイザーですけど、ファイザーのワクチンの有効性を、調べたところ、1回目ではそれぞれまだ有効性が十分じゃないけど、2回接種すると大体その 90% 以上で、デルタ株についても 97% の有効性がある。じゃあさっき変異した場所があると言ったので、それでも抗体という槍みたいのが張り付くのかということですけど、実は抗体は実は複数の箇所に対してアプローチするような抗体をワクチンは持っているので、仮に1箇所の変異が起こっていたとしても、それだけで抗体の効果が、複数の抗体の効果がなくなるわけじゃないので、これだけの効果が維持されているのはある意味では当然だろうというふうに思います。ただまだ研究室が少ないので、さらなる大規模な追加研究が求められると思います。さて、ワクチンの話で一番お叱りに来るのが、船橋市がワクチンの集団予約が止まっちゃってる話ですが、本日付でようやく個別接種については再開の動きになりました。国からの供給量全体が足りてないので、その中でなんとか調整してるんですが、ようやく個別接種については再開する方向になってます。集団接種についてはちょっとまだわからない状況でありますけれど、できるだけ行き渡るように、働きかけていきたいと思います。基本的なことですけど、変異株は感染伝播性が高いけれど、感染予防の対処法は基本的に同じ。で、それをこれまで以上に、細心の注意をした方がいいということですね。で、引き続き注意をしていきましょう。さて、今日ご説明した国立感染研の感染伝播性というキーワード検索と、ネクソストレインの読み方だけで、相当そのウイルスの最新の状況が分かるようになっていると思います。ただ、実は S タンパクのアミノ酸配列とか塩基配列の
調べ方、なかなか私も検索したんですけど、出てこなかったんですね、正確な対応表が。それで、そこで私自身が作ることにしました。ということで、私の公式サイトの中で、これは実は感染性の制御に関わる部分ですけれど、実はそれがファイザーのワクチンの、ファイザーのワクチンというのは、そのアミノ酸配列と同じメッセンジャー RNA を指定して、同じものを作らせるようになっておりますので、ワクチンのアミノ酸配列でもあるんです。だから私の検索サイトでワクチンアミノ酸と検索していただくと、実はファイザーの使っている塩基配列と、新型コロナウイルス自身の塩基配列が対応して、それに対するアミノ酸配列も対応した表が出てきます。これがそうですね。で、これを検索して、たくさんの、塩基の文字で4284、そしてアミノ酸で1273とありますので、長い、情報が続いてるんですけど、それで番号がきちんと振ってありますので、番号を指定していただくと、これから注目される変異の箇所が分かると思いますので、そこを見ていただければいいと思います。はい、このように1行目にワクチンのメッセンジャー RNA、それから2行目にウイルス自身の S タンパクのメッセンジャー RNA、そして3行目に、アミノ酸配列が、書いてあります。今日話題にしましたデルタ株については、このような感じで、この452の R がこうなったんだということが書いてありますので、ご覧ください。さて、宣伝ですけど、私は、このような生物学の話を基礎に、市議会でのて、あの、いろいろ提言してるんですけど、生物学そのものに興味が出てきた人は、ぜひこの、生物学全般の本、そしてウイルスのことについてはこれですね、このウイルスと遺伝子という本を、ぜひご覧いただければと思います。アマゾンで取り扱ってますし、私に直接会える人は著者割引でお売りできます。それから、そこまでしなくても、私の YouTube チャンネル登録していただくと、このような新しい情報をできるだけ発信していくようにしておりますので、ぜひご覧ください。これが私の著書一覧です。ちなみに、両端のオタンコナースは、私が好きな漫画で、私が書いたわけじゃありません。この真ん中の7つが、私の今で書いた本ですので、どうぞご覧ください。ご清聴どうもありがとうございました。また、1ヶ月に1回ぐらいは状況変化しますので、新しい情報を発信していきますので、またどうぞご覧ください。